Okay, so we are back once again to see what the hell is going on. So I guess I'm leaving this area because of the demon blight.部長、警視庁のボスから知るふもどきが届いたよ。依頼があるからローグレスまで来いって言ってるけど、どうしますか？行くわ。離宮にいた奴がクーマかどうか確かめる必要があるし。だな。それに警視庁なら他のクーマの情報を持っているかもしれん。ローグレスへ向かうぞ。執行の準備だ。いつでも出られるってのは。 私が守ったクーマ、私がどうしたいの？あ、綺麗！エレノは時々眺めてるね。お母さん、大切な人がくれた宝物です。 これを見ると勇気が湧いてくるの。モアナも見る？ 見る！ どうしたの？ 怖い！ モアナの顔！ 怖いよ！ やだ！ 怖いのやだよ！ お母さんにも嫌われちゃう！ お母さん！ あの時の私も同じように泣いていた。モアナ、見て。すごい傷。どうしたの？大きくて怖い傷でしょう。私の体にも怖いところはあります。モアナは私が怖い？ 怖くないよ。それより大丈夫？痛くないの？ありがとう。全然平気よ。エレノアはモアナのこと怖くないの？私を心配してくれる優しいあなたを誰が怖いなんて思うものですか。お母さんも私もライフセットもだから、もう泣かないで。 その傷はゴーマに。ええ、子供の頃村を襲われて怪我をして動けなくなった私を母が自分を囮にして逃がしてくれたんです。お母さんは？強く生きて、それが最後の言葉でした。 グリモワールの古文書解読が進んだわ。デッキまで来て。顔が赤いけど、どうしたの？何でもありません。なんか怪しい。何でもないってば。数え歌の2段目覚えてる？ 4つの聖書に裂かれても、ミーツに通じる人あらば、クマのクーマは生え変わる。緋色の月の日露を望み。そう、それについて話しとかなきゃと思って集まってもらったわけ。選ばれし者によって神主と空馬が蘇るって解釈したわよね。どうにも生え変わるが引っかかるのよね。で、少し考え方を変えてみた。カノヌシに選ばれた誰かが
空魔を作るのではなく、カノムシが空魔になる誰かを選ぶとしたら、ミーツに通じる人あらば、フマの空魔は生え変わる。ここはどう読める？カノムシの力に適合した人間が空魔に生まれ変わる。モアナ、聖霊は人間をクーマに作り変える方法を得て実践してるってわけか。そんな驚くこと？子よりも善、それがアルトリウスのやり方でしょ。アルトリウス、しかも生え変わるではなく、あえて生え変わると書かれている。生え変わると生え変わるの2つの意味が込められていると読み解けるのよ。クーマは生まれ変わる。それならフマ、不滅という意味が通じる。どうやら善よりも子を優先してモアナを殺さなくて正解じゃったようじゃの。殺さないじゃない。カノ主の覚醒を阻止するためにはクーマは殺せない。殺したら別の適合者がクーマに生まれ変わるということだろう。けど汚れを食らう口は7つ、クーマの数は決まっているらしい。殺さなければ次は生まれない。そうだ、つまり俺たちは7体のクーマを地脈点から引き剥がした上で、聖霊に奪還も殺害もされないよう守らねばならん。難易度高すぎじゃろ。僕の虫も守らないと。ああ、ますます大事に扱えよ。うん、ますます。しかしこうなってくるとアジトが欲しいな。アイゼン、秘密基地とかはないのか？男のロマンだがない。人知れない場所でかつ安定した食事を供給できる汚れに満ちた場所。人気がないのに汚れに満ちた場所か。難儀なトンチ問題じゃの。聖霊が管理するこの大陸にそんな都合のいい場所なんて。こうしてる間にもカノ主は覚醒し続けてる。アジトを探しながら残りのクーマを集めるしかないわ。まずはローグレスよ。水と食い物をありったけくれ。バカ野郎、こっちが先だ。3日も漂流しちまって死ぬとこだったんだ。日頃の行いが悪いからだ。ざまねえな。なんだと、やんのか。やかましい。騒ぐ前にどっちもツケを払いやがれ。なんかすごい。船乗りには短気なのが多いだけ、怖がらなくていいわ。おい、どういうことだよ。どうしたの？ボラード領を上乗せしてきやがったんだ。おお、いい度胸だな。そりゃあなた方のボラードを受ける男ですから。だが一級手配の海賊団だけでなく特級手配犯までかくまうとは承知していない。追加分には別料金を請求するのが筋でしょ。確かにそうだな。ベンウィック、いいねで払ってやれ。えい、副長も船長も厄介なやつに甘いんだから。さすがアイゼン副長、今後ともごひいきに。迷惑をかけたようね。想定のうちだ、気にするな。短期じゃない船乗りもいるということだ。覚えておくわ。よし、整備終了。次は甲板から戦争までピカピカに磨くぞ。ずいぶん念入りね。当たり前だ。バンエルティア号は俺たちの家であり武器であり誇りだからな。今さらだけど変わった形の船よね。こいつの正体は12年前王国が最高の技術を投入して作った
外洋強行調査船だからな。この不思議な形状は異大陸の技術を知る技師が設計に関わってたせいらしいぜ。けど処女航海で原因不明の大事故が連続して、船長と船長代理と船長代理代行が死んでな、不吉な船として危うく廃船になるところをうちの船長がかっぱらったんだ。アイフリードはなんでそんな船を？異大陸まで行ける強力な船が欲しかったってのもあるが、何より面白そうだからって言ってた。いや、嵐に追いかけられるわ、氷山とぶつかるわ、謎の大クジラに襲われるわ、面白すぎだったぜ。3年前副長の姿が見えるようになって腑に落ちたが、まさか本当に死神が取り付いてたとはな。呆れた。船長と副長が揃って疫病神ってことじゃない。付き合わされる部下はたまったもんじゃないよね。誰も付き合わされちゃいねえよ。俺たちは皆船長と副長がどういう人間か承知の上で付き合ってるんだ。うちの海賊団は抜けるのも自由、全員自分の意思でこの船に乗って海賊をやってるんだ。冒険を楽しむやつ、悪運を試すやつ、死に場所を探すやつ、いろんなろくでなしの集まりだが、死に際に後悔や恨み事を残したやつは一人もいない。あんたたちには協力するが、そこんとこを間違えちゃいけねえぜ。わかったわ。呆れた連中だろ。バンエルティア号の事故はやっぱりあんたの力？そうだ。俺は死神の呪いを解く方法を探して長い旅を続けていた。だがこの大陸では手がかりすら見つからず、異大陸に渡ろうと考えた。それで新型の船に乗ったのね。バンエルティア号は樹齢千年を超えるウキウキで作られていてな、器にできたんだ。結局大事故を起こしちまったがな。でアイフリードが船を奪った。あんたがいるのを承知で？ああ、あいつはそこそこの霊能力を持っていたからな。もっとも最初は俺を単に影が薄くて目つきの悪い新入りだと思っていたらしいが。死神も肩なしね。全く同意だが、実際見えていようがいまいが、奴らは何も変わらなかった。俺は俺が呼び寄せる不幸と全力で戦った。アイフリードたちと力を合わせて、そしてとうとう異大陸までの航海を果たすことができたんだ。異大陸でも見つからなかったの？呪いを解く方法。わからん、探さなかったからな。そのために行ったのに？俺は死神のまま生きると決めたんだ。呆れた海賊たちが俺に生きている実感を、仲間と夢を追う喜びを教えてくれたからな。いつになったら開門要塞の通行許可が出るんだろうな。いちいち遠回りしなきゃならねえから不便で仕方ねえ。勝手に海に門なんか作ったくせによ、せめてちゃんと行き来はさせろってんだよな。気持ちはわかるが、手強いゴーマどもが暴れてて開門の修理なんかに手が回らないのかもな。ほら、ヘラビーサを荒らしたゴーマってのはまだ捕まってないって言うだろ。捕まってないぜ、ここにいるからな。俺が聞いた話じゃ、開門要塞をぶっ壊したのも王都の大司祭を殺したのもそのゴーマらしいぞ。なんだって、マジかよ。つうかよ、大司祭って殺されたのか？ああ、怪我したとか病気とかって言われてるが、実はそういうことらしいんだよ。そりゃ開門どころじゃねえな。清涼には早いところそのバケモンみたいなゴーマぶっ潰してもらわねえとな。ずいぶんわしらの評判も広まってきておるの。今頃懸賞金がかけられてるかもね。おひれはひれがついて化け物扱いされ始めとる気もするがな。誤解してもらった方が動きやすいわ。町が混乱するのは好都合よ。決死庁、王国の陰で暗躍するという闇組織。でも噂ばかりで清涼も実態を捉えきれていない。あなたたちはそんな集団ともつながっていたのですね。狭くて暗い裏世界、声は聞こえど影奉仕、顔は見えねど紙一重というところじゃ。
以前ギデオン大司祭を襲ったのも彼らの手引きですか？ああ、警視庁が大司祭の始末を持ちかけてきたんだ。アルトリウスの居場所の情報と交換で受けたの。情報？それだけのために暗殺をしようとしたのですか？ねえ、世界を滑る同志の情報よ。悪い取引じゃないわ。互いの利害が一致すれば手を組む、それだけのことだ。裏の人間らしい考え方ですね。でも警視庁は大司祭のせいで町の人に被害が出ているのを知ってたんだよ。それで確かにネクターの件は教会に非があります。それにしても警視庁は噂以上の情報網を持っているようですね。溝の結界のことも知ってたしな。ベルベットの鳩真似のこともな。ちょっとしつこいわよ。鳩真似？何のことです？僕は知らない。王都の検問近くに鳩がいたの。それだけ。ほう。そうそう、あれは黒くて胸の大きな鳩じゃった。ポッポー。黒くて胸の大きな鳩。裏の社会の暗号か何かでしょうか。ローグレス、初めて行った時は入るの大変だったな。大変というか面白かっただろ。おお、ベルベットのパッパーじゃな。からかうとベルベットが怒るよ。いい子ぶってからに。実は坊も面白いと思ったじゃろ。気持ちをはっきり言わん子は悪い子じゃぞ。ちょっとだっけ。ハトマネで面白かった。ポッポ、カノヌシの古文書ってそんなに難しいの？グリモワールが何とも言えない顔をしてたけど。うん、グリモ先生が言うには古代アバロスト語に使われてるのは心象文字なんだって。心象文字、初めて聞く言葉ね。感情を表現した文字で、同じ文字でも読み方がいろいろあって、そのつながり方で意味も変化するんだって。つながりの法則はある程度記録に残されてるんだけど、そもそもの感情を判別する方法が分かってないんだ。だから解読にはまず感覚的な部分で筆者の感情と同化する起点が必要なんだって先生は言ってた。なるほど、あんたはその同化のセンスがあるのね。そうみたい。それにしても感情の文字なんて現代の言葉とはまるで別物ですね。うん、全然つながりがないんだって。つながりがないってどういうことだ？言葉どころか人間の文明そのものが消えたのじゃよ。アバロストの調律時代の後にの。花が満開を迎えた後に散るように、発達しすぎた文明も終焉を迎え途絶えた。今の技術では再現できない遺跡や古代の道具が存在するのは文明の断絶に原因がある。何にせよ古文書の解読にはまだまだ時間がかかりそうね。やっぱり王都は大きくてすごいな。歴史的な建造物や工芸品もあるし、好奇心の強いあなたには面白い街でしょうね。うん。ライフセット、よそ見してはぐれないでよ。あ、ごめん。大丈夫、しっかりしてますよこの子は。それは分かってるわよ。あんたたち旅の人だね。耳寄りな話があるよ。アルディナ草原方面への立ち入り制限がもうすぐ解除になるみたいだよ。ほう、それは道寄りの情報じゃな。うまいこと言うね。それほどでもあるがな。アルトリウス様が同志になられたし、最近はゴーマの被害も減ってきている。いろいろと辛いことも多い世の中だけど、少しずついい方に向かってる気がしないかい？じゃの、ヘラビーサを反壊させた恐ろしいゴーマは今も愉快に逃走中じゃがの。え？イズルトのハリア村はつい先日ゴーマ病で滅んだが、
王都には関係ないでな。案ずるな。お主らの同志様と清涼様が世の中を救ってくださるんじゃろ。なんかあんたの話を聞いてると心配になってくるな。他に何か事件の情報を知ってたら教えてくれないか。うむ、青い血、溶けた体、はたまた悪魔のぬいぐるみの話が良いか。無駄話してるなら置いていくわよ。というわけで寄り道はおしまいじゃ。耳寄りの話をしてやれんですまんの。ちょっと気になる。何この人だかりは。マジル一座の公演があったんだ。いや、噂通り最高の踊りが見れたよ。あのマジルーちゃんが。マギルーとな。いつの間にかわしのブームが来ておったのか。は、マギルーじゃなくてマジルーだよ。大人気の踊り子ルルーちゃんのことですよ。マジ最高なルルーちゃん、略してマジルー。こんな世の中だけどマジルーの素敵な踊りを見ると生きる希望が湧いてくるんだよ。はあ、のんきなものね。こら、もっと悔しがらんか。紛らわしいなで、わしらマギルー奇術団の名声が利用されておるんじゃぞ。名声って何の活動もしてないでしょ。これからやろうと思ってたんじゃ。悪の商法、わしわし詐欺じゃよ。聞き捨てならないわね。あ、マジルーちゃん、今日の公演も最高だったよ。ありがとう。でも先生にはまだまだだって叱られちゃった。次はもっと頑張るからまた見に来てね。マジルーちゃんの師匠は天才の名声を欲しいままにした舞踏家バルタ。でもバルタは怪我で舞台に立てなくなってしまった。彼女は師匠の夢を受け継いで頑張ってるんですよ。お主がマジルーか。ええ、私と先生はみんなに感動を届けるため真剣に舞台をやっているの。インチキみたいに言われるのは許せないわ。許せんならどうする。どっちの芸が客を沸かせるか勝負してみるかい。いいわ、望むところよ。くだらん争いをするな、ルル。バルタ先生、でも未熟者が怒りを吐き出す暇があったらその感情を心で噛み砕き五体に流し込め。己を表現するのは舞台の上だけでいい。は、はい、先生。あ、先生、また怪我の後遺症が。構わん、どうせもう踊れぬ体だ。そんなことよりお前こそ不調はないな。は、はい。よし、なら帰って練習だ。厳しいな。そうですね。けどバルタは孤児だったマジルーちゃんの才能を見抜いて自分の全てを伝えるために養女にしたんだそうです。あの厳しさは期待の裏返しなんですよ。さっきからやけに詳しいな。ファンなんです、個人的に。同じ夢を追うしてか。それはそれはご立派な話じゃの。そういうわけで我らマギルー奇術団の公演を開くぞよ。演目は漫才じゃ。ちょ、話が見えないんですけど。さっきマジルーと勝負すると言ったじゃろ。じゃのにお主らと来たら曲芸の一つもできんし。ごめん。仕方ないでしょ、素人なんですから。
はあ、少しは申し訳なさそうに言えい。本来なら日の輪くぐりでも強制したいところじゃが、本当に漫才で何とかしてやろうというのじゃ。漫才ならわしが場を回して面白くできる。せいぜいおいしくいじってやるから感謝せい。でもでもマジルーちゃんと同じ舞台に立つなんて恐れ多い。お、さらりとやる気出したの。私は嫌よ。なんでそんな無駄なこと。無駄じゃないわい。公演が成功すれば大金が手に入るぞよ。しかも今はチャンスじゃ。マジルー一座と間違えて見に来るやつが多いはず。あっちの名声を利用する気満々だな。それじゃ、そういうリアクションをわしが転がせばドッカンドッカン受けまくりじゃよ。よくわからんが、そうか。ドッカンドッカン、自爆の間違いでしょ。おお、ベルベット、お主はツッコミでもいけそうじゃな。はあ、変な感心しないで。バカらしいが、金はあって困ることはないな。アイゼンまで。決まりじゃな。あちこちの町におる興行師に話しかければわしのコネで公演を開けるはずじゃ。とりあえず全員とコンビを組んで、お主らのお笑いポテンシャルを見極めてやるぞよ。全員？俺もやるのか。無論じゃ、わしら全員でマギルー奇術団なんじゃから。どうなっちゃうんだろう。マジルーって名前を聞くと、なんとなくマギラニカのことを連想しちゃうのよね。マギラニカ？ああ、怪しげな見せ物一座にいた目に見えない式神と話せる少女じゃろ。そうそう、触らずに物を動かしたり予言で探し物を見つけたりできた不思議な子、小さな魔女って一時期話題になったのよ。おかげでそやつを囲っておった一座は相当儲けたらしいの。ええ、けど悪毒やりすぎて王国の異端審問に引っかかったのよね。マギラニカはひどい拷問を受けたとか。じゃったじゃった、結構有名な話じゃよな。聞いたことないけど。それはそうでしょうね、私が若い娘自分の話だもの。マギル、あんたっていくつなの？いくつに見える？今のリアクションで同世代じゃないことはよくわかったわ。大司祭様はいつになったら戻ってこられるのかしら。ここだけの話、ギデオン様はゴーマに殺されたらしい。嘘でしょ。嘘じゃないぞ。ちょっと聞こえますよ。王宮で働いている知り合いからの情報なんだが、頭が狼、体がゴリラみたいな女ゴーマが犯人らしい。でもどうやってゴーマなんかが王宮に入り込めるの？王宮で権力争いしてる奴らが邪魔者を殺すためにこっそり離宮にゴーマを閉じ込めてたんだってさ。だから時々恐ろしい叫び声が離宮から聞こえてきたって言うんだよ。今もいるの？さあ、逃げてしまったらしいけど心配はいらないさ。さすがにもうこの町にはいないだろうし。ところがウィッチョン、ここにおるんじゃよ。注目せい。いい加減にしなさいよ。ほら、夜が寒くて困るわね。宴席も手に入りにくいし。エラビーサの港がろくに動いてないらしいからな。ケララウス火山でいくら採掘しても出回らないんだ。清涼の方たちもそのことは気にかけてくださってる。辛いのはわしらだけじゃねえ。我慢しないとな。そうね、こういう時こそ子よりも善、アルトリウス様の教えを実践しないとね。その通りだ。アルトリウス様はきっとわしらのことも考えてくださっているはずだよ。考えてないわよ、あんたたちのことなんて。聞き捨てならんな。子よりも善なんでしょ。アルトリウスが救いたいのは人間っていう善よ。名前のある個人なんて眼中にないわ。はっ、全然わかってないのね、あなたは。私たちを含めて人間全体なんでしょ。すみません。すみません、この子は演説の時に城内に入れなくて、それで未だに拗ねているんです。
もうしょうがない子ね。それにしても、あの演説は素晴らしかったな。エレノア、あんたは外で待ってて。タイマ氏が一緒にいることは、決死鳥のボスも知ってる。でも、わかりました。清涼に顔を見られたくない客もいるでしょう。ライフセット、あんたはエレノアについてなさい。うん。すぐに戻るから。わざわざ来てくれてありがとう。久しぶりね。ピーチパイ食べる？用件は？もう少し心に遊びを残しておきなさい。張り詰めた弓のつるは切れやすいわよ。用件。この人を王都から連れ出してほしいの。気な臭い依頼ね。目的地は？お上の手が届かないところまで。そんな場所があったらこっちが知りたいわ。俺たちもそんな場所が必要なんだが、なかなかうまい話はなくてな。そういえばここしばらく清涼本部と監獄とタイタニアの連絡が途絶えてるって噂よ。監獄と？監獄とは清涼が管理している施設。それが連絡もつかないほどの状況になったというのか。東大元暮らし、監獄島は使えるかもしれない。アジトにか。確かにあそこならクーマが食べる汚れも多そうだ。しかも逃げ出した囚人が好き好んで戻るとは、お行儀のいい清涼は勘がいいんじゃろうしな。少なくとも状況を確かめる価値はある。お役に立てたかしらね。ええ、でももう一つ、清涼がゴーマをかくまっているって情報はない？離宮にいたゴーマなら別の場所へ移ったようよ。どこへ？今言えるようなことはないけれど、近いうちに必ず。わかった。こいつを逃がす報酬はゴーマの情報よ。承知したわ。アイゼン副長、メルキオルとやり合った件は聞いたわ。情報をつかめなくてごめんなさい。あれは乾杯じゃったな。いい、もう済んだことだ。アイフリードのこと諦めるの？いや、アイフリード海賊団は清涼の計画を潰しに動く。俺たちがでかい被害を与えれば、清涼はアイフリードに人質の価値を見出すはずだ。罠を仕掛けてきた時を狙ってあいつを奪い返す。攻撃で活路を開こうってわけか。さすがだな。アイフリードならこの策を取る。それだけのことだ。遅いですね。うん。お前に同志の特命を授ける。ライフィセットと名乗る精霊を保護し、ローグレス清涼本部に回収せよ。どうかした？ちょっと街を歩きませんか？私が王都を案内してあげます。でも私のこと信用できませんよね。ううん、そんなことないよ。僕エレノアと王都を見たいな。ライフィセット。でもまた今度にしましょう。どうして？それはほら、ベルベットが怒るし。私が何？話は終わったのですね。そちらは？闇の組織の親分から預かったお宝じゃ。悪党に奪われぬよう監獄島へ隠しに行くぞよ。なぜ監獄島に？
一体どういう方なのですか？聞いてない。はあ？なんかいい匂いがする。え？クンクンしてないで行くわよ。あのマントの人どういう人なんだろう。わかりません。けど連れている鷹はとてもよく訓練されているようですね。鷹狩りに使う鷹かな。おそらく育てるにはお金も時間も相当かかるはずです。ライフセット？やっぱりいい匂いがする。ですよね。この匂い前にもどこかで。まさか。え、何？二人並んでクンクンしちゃって。わかった、犬の兄弟ごっこじゃろう。違うよ、犬じゃなくて鷹が問題で。はあ？すみません、行儀が悪かったですね。まったく、素性も目的も知らずに依頼を受けるなんて。知らない方が面倒がないのよ。飛び入りでお笑い公演をやらせてくれんかの。相方は駆け出しの東城じゃが、わしのバーターで割り込みしくよろじゃ。マギちゃんの頼みじゃ NG れないけど、ギャラは取っ払い、アゴ足込みの D100 ってとこで。 VC じゃの。しかも大鳥がケツカッチンなのに埋設が土地って巻き入ってるんで。ドイヒじゃが。でそれ慶応じゃ。何言ってるか全然わかんない。では行くぞよベルベット。お主がツッコミじゃ。私？わしがボケ倒すから、お主はいつも通りクールぶって突っ込めばよい。時々会場の男どもを、餌を欲しがる豚を見下す目で見てやれば、さらにポイントゲットじゃん。ちょっと待って、意味わからないし、心の準備が。もう遅い、すでに幕は上がっておる。はいどうも、漫才コンビマギーベルじゃよ。マギンプイ。新人じゃけど頑張っていくんで、今日は顔と名前だけでも覚えていっておくれ。この愛くるしいのがマギーで、こっちの単に苦しげなのが。これこれ、どうしたんじゃベル。元気出さんといかんぞよ。お主なんて元気だけが取り柄なんじゃから。そんなこと言われても。ちょっと中になんか詰まってるみたいじゃな。そうじゃ、一回深呼吸しよ。ちょっとすみません。どういうつもりじゃベルベット、客ドン引きじゃぞ。仕方ないでしょ、こんな大勢の前で喋ったことないんだから。お主、ひょっとして緊張しとるのか。悪い。柄にもないことを。タイマシを食らう勢いでハキハキ喋らんか。無茶言わないでよ、恥ずかしい。乙女か。乙女よ。それ、そういうのを声張って言うんじゃ。無理だし嫌よ。貴様、それでも芸人か。芸の道を歩き出した時の情熱はどうしたんじゃ。違うし、そんなもんないわよ。いや、わしにはわかる。お主の中には燃え盛る芸人魂が。もういいわ、あんたとはやってられない。どうも失礼しました。初めて見たよ、つかみとオチ以外ひそひそ話の漫才なんて。新たな笑いを狙ったんじゃが、どうだったじゃろう。ふう、二度と来るな。そりゃそうよね。本番でそのツッコミをせんか。
だから高いって、足元見すぎだろ。これ以下をお望みならどこかの慈善家を探していただいた方がよろしいかと。また何か揉めてる。これは…しっかりしなさい、ベイウィック。あれ、俺補給の交渉をしてて。物資は適かで、いえ自由にお持ちください。人間は営利行為などではなく、私心なく交易に奉仕することでの自己実現を達成すべきである。あ、本当にいいのかよ。いや私は何を。ボーモ、今のを感じたかい。うん、もう消えたけど、北の方から強い波みたいな力が来た。精霊が持つ力の支配権、領域だ。ここの北って、聖主の御座からか。カノヌシとアルトリウスが何かやったってことか。わからない。嫌な予感がする。急いでここを離れた方が良さそうだな。人生か。気持ち悪いが、タバサからの依頼が先だ。アジトも見つけなきゃだしな。そうね。さーて、無事に出航したことだし、そろそろ顔ぐらい見せたらどうだ。そうだね、失礼した。やはりパーシバル殿下。パーシバル・イルミッド・アスガード、ミッドガンド王国の第一王子とはな。次の国王か。私の正体に気づいていたんだね。お召し物から王家の方々のみが使うことを許された香木の香りがしましたから。なぜこのようなことを。話さなければ連れて行ってもらえないかな。大魔師が裏社会の者といる理由も知りたいものだが。それは理由なんてどうでもいいわ。こっちもこっちの都合で利用させてもらうだけよ。好きにしてくれていい。もう私は戻れないのだから。なかなかの食わせ者じゃな、あの王子様は。パーシバル殿下は穏やかで公正無私、知と徳を合わせ持ったと評判のお方です。あの方がいれば時代のミッドガンドも安泰だと皆が。とぼけてたけど、あの香りは最初からこっちに気づかせるためにつけてたのよ。自分の地位を明らかにして利用価値があると知らせるためにね。私は乗せられたのですね。監獄島への誘導も罠か。その可能性は捨てないでおくべきだな。いざとなれば王子を人質にする。その王子の命を狙ってる者が相手なら盾にはならんがな。ま、気を抜くなってことだな。王子様、もう戻れないって言ってた。戻れない。島全部が監獄なんだ。秘密基地みたい。やけに静かだな。見張りの大魔神も見当たらんの。
中の様子を確かめる。大魔師がいるぞ。しっかりしてください。首のない、くし、亡くなりました。首のない騎士のゴム。うわぁ！大魔師を襲ったのはゴーマか。また暴動が起こっておるのかい？黒金、ダイル、お前たちはモアナと王子を守れ。表記烈光剣。さらに痛むなら終わるぞ。油断しないで、暴動の生き残りを。このまま完成。では抜けない性分ですから。清涼は囚人たちの制圧に失敗したのか。おかしいな、かなりの大魔師が配備されていたはずだが。孤独が行われたのかもしれん。孤独？ゴーマ同士を喰らい合わせることで、より強力なゴーマを生み出す下法だ。囚人ゴーマが食い合って、大魔師もかなわないゴーマを生み出しちまったってことか？暴動が起こったからですね。誰かさんのせいで、の何があったかは問題じゃない。ここを手に入れるために何をすべきかよ。死んだ大魔師は首のない騎士のゴーマって言ってたよ。そいつが元凶かもな。なら探し出してぶっ潰そう。島を制圧するまでこの広間を拠点にする。王子とモアナはあんたたちに任せるわ。侵入する敵は全て排除して。わかった。あんまり期待しないでくれよ。モアナ、何かあったら私を呼んで。必ずあなたを守りに戻るから。うん、エレノアも気をつけてね。行くわよ。マギル、暴動の原因が誰かさんと言っていましたが、ここで何があったのですか？なんだ、巡察官なのに聞いていなかったのか？大きな暴動が起こったとは聞きましたが、あなたたちを追いかけ始めたために詳細までは。それほどの事件でもないわい。ベルベットもわしもロクロもこの島に捕まっておっての。脱獄するためにベルベットが囚人たちをそそのかして暴動を起こさせただけじゃよ。囚人たちを利用したのですか？そうよ、私らしいでしょ。あ、暴動はどうなったの？最後まで見届けたわけじゃないが、鎮圧されかかっていたはずなんだが、なぜか大魔師たちは消えちまってる。オスカーは報告のために帰還しましたが、警備大魔師たちは駐屯を続けていたはずですが。撤退したのでなければ駆逐されたと考えるべきだろうな。首のない騎士のゴーマとやらにかえ。やれやれ、自業自得因果応報とはいえ厄介そうじゃの。後始末はつけるわよ。孤独、ゴーマを喰らい合わせて強力なゴーマを生む下法か。アイゼン、孤独ってのはゴーマを何匹食えばできるんだ？孤独に必要なのは数より質。強力なゴーマの強い汚れだと聞いている。そう、孤独の本質は喰らった汚れと斧が汚れを混ぜ合わせ暴走させることじゃ。異常な力を得られる代わりに事故というものは完全になくなるがの。うん、化け物を通り越してただの力と汚れの塊になるわけか。六郎、まさか孤独を試してみようなんて考えてませんよね？いや、当然考えたぞ。強くなる手段だからな。本気で言っているのですか？今更驚くことでもないだろう。ベルベットだって散々ゴーマを食ってる。あなたという人は。
六郎の言う通りよ。復讐を果たせるなら何でもない。ベルベット、まさか孤独を行うつもりじゃ。心配はいらん。孤独なんて使わないさ。化け物になるのは構わんが、仇を倒すのは自分じゃなきゃダメなんだ。俺もベルベットも六郎。それに孤独で生まれたゴーマをぶった切れば自分でやる必要はないしな。あなたという人は。首なしの騎士、こいつが孤独の親玉か。なるほど、凶暴そうだ。なーに、ベルベットほどじゃないわい。どこから声を出せるの。中を覗いてみろ。呪い、ここだ。食らいつくぞ。とどめ、切らなきゃよ。ゼロリスト、ゼロリスト、容赦しない。消えない傷を刻んで果てろ。リーソルペイン、はぁ、感覚スイッチ、描き呼吸、伝統強靭、呪い、クリア。ここだ。食らいつくぞ。絶対一件落着だな。そうね。また感じた。まだ汚れが。ううん、地脈点だよ。この島にもあるみたい。俺も感じる。すぐ近くだ。多分この真下でしょ。ここは監獄島で一番厳重に閉ざされた特別監房よ。ラフィセット、どう？うん、ここが地脈点だと思う。地脈点に作られた特別監房ということは、ここに捕まっていたのはクーマ。そう、飢えたクーマがつながれていた。そいつは毎日放り込まれるゴーマを食らって腹を満たし、血まみれの唇を拭った。島に何百といるゴーマや悪党の発する汚れをカノヌシに送っているとも知らずに。ある日、からくりを知る女精霊が現れ、結界を解いてクーマを檻から出した。クーマはその精霊すら容赦なく食らった。そしてあたしは手に入れた弟の敵を討つための力を。ベルベットがクーマ。監獄島は囚人の出す汚れをクーマに食わせる餌場だったんだな。だがベルベットが脱走したせいで汚れが溢れた。モアナの村と同じことがここでも起こったんじゃな。アルトリウス様がそんなことをするはずが。そんなって、どれのことよ。病弱な弟を生贄にしたこと、クーマになった妹を監禁したこと、全部あんたが称える同志様がやったことだ。カノヌシの力を手に入れるために。きっと何かお考えが。どんな世界の痛みを止める。ふざけるな。あの子の痛みは誰が止めるんだ。
あの子の絶望は誰が癒すんだ。世界のためならラフィーは、私の弟は殺されて当然だって言うのか。とにかくこれでクーマを一匹探す手間が省けたわね。ベルベット、なんじゃ、怒鳴られて幻聴が聞こえるようになってしまったのかい。嫌な感じがします。モアナに何かあったのかも。でも、もう首なしの騎士は倒したよ。でも、気になります。お願いです、昼間に戻りましょう。ベルベットがクーマじゃったとはな。前々から妙なやつじゃとは思っておったが。それよりベルベットが叫んだ言葉が気になります。ライフセット、ベルベットがアルトリウス様の妹というのは本当なのですか。僕も初めて聞いた。もし事実ならアルトリウス様の先君を知っていたのも納得ですが。気になるなら聞いてみればいいだろう。ベルベット、お前とアルトリウスはどんな関係なんだ。じゃ、無神経すぎますよ、ロクロ。いいわ、全部聞こえてるし。アルトリウスは死んだ私の姉セリカの夫よ。私と弟にとってあいつは義理の兄だった。10年以上一緒に暮らしたわ。やはりそういう関係じゃったか。アルトリウスは弟を生贄に、妹をクーマにしたということだな。そんな、自分の家族を。関係ないのか。家族のこと、あいつの子のもんだ。子よりも善。理想の断りを実践しただけなんでしょ。おしゃべりは終わり、港に急ぐわよ。汚れを喰らうクーマ、それがベルベットの正体か。溢れた汚れが人を傲慢に変える。強い汚れは発した人間が死んだ後も残り、死体や魂を傲慢化して暴れ続ける。それがアンデッド系やファントム系の傲慢だ。汚れを食らったから、あいつが殺した傲慢は人間の姿に戻ったんだな。おかげでアンデッドとかにならずに済んだってことだよね。とはいえ死体として救われてもの。汚れだけを食らってゴーマを人間に戻せないのかな。無理だな。汚れには相乗効果で強まる性質がある。クーマが地脈点を通してカノヌシとつながれば、周辺地域の小さな汚れを吸い込んでゴーマの発生を抑えることができるようだ。だが一度ゴーマ化するほど膨れ上がった汚れは、人間の心のままに際限なく溢れ出す。そう、発生源を断たなきゃ食い剥がせない。それが私の力よ。ごめん。別にいいわ。私にとってもこの方が都合がいい。アルトリウスへの憎しみを忘れずにいられるから。地脈点から離れた以上、食らった汚れもお主の力になるんじゃろうしな。ええ、憎しみって名の力にね。姫、モアナ、エレノア、本当に来てくれたね。
約束ですから。首のない騎士と馬のゴーマ、強い汚れを出してやがる。こいつが孤独で生まれた本物の親玉か。ピンと納得じゃ。死んだタイマ氏は首なし騎士のゴーマではなく、首のない騎士と馬と言いたかったのじゃな。何でもいい、全部倒してここを制圧する。高加減岩材熱帯剣。どこから鳴き声を。それも自分で確かめろ。影すばる。消えない傷を刻んで果てろ。リーサルクイーン。
すが孤独だ。さっきの首なし鎧より強かったな。首なし鎧？お前のことじゃない。モアナ！離宮にいたゴーマ。いや、汚れを吸い込みよったぞ。そやつはクーマじゃ。いや、その鷹は私の唯一の友、グリフォンだよ。ターバさんが近いうちに必ずと言ったのはこういう意味だったのね。殿下、なぜあなたがクーマを？だから言った通りさ、グリフォンは子供の頃からの親友なんだ。クーマになってしまってもこいつは私の。クーマと知って逃がしたんだな。何を企んでいる？何も。私はグリフォンをただ逃がしたいだけなんだ。さすがは未来の国王第一王子殿下、わがまま放題じゃの。わがままか。そんなもの一度だって許されたことはないよ。王子とは人ではなく好奇だ。自分のことより国と民を優先するように作られるんだよ。例えば法律の勉強中に背中がムズムズしたら、君ならどうする？背中を描くよ、普通に。私がそうすると不育係に皮膚が裂けるほど鞭打たれたものさ。国のための勉学より痒いという個人の感情を優先させたという理由でね。そんな私にとって、こいつが空を飛ぶ姿を見て自由を想像することが唯一の慰めだったんだよ。だがこいつがカノヌシの力に適合してしまった。聖霊がクーマを作ってることをミッドガント王家も知っているのね。もちろんだ。王国は同志アルトリウスの断りと意志を全面的に支持している。だが私はこいつが閉じ込められ空を奪われることだけは許せなかった。どうしても。私は警備の対魔師を欺き結界を解除させた。その時対魔師はグリフォンに襲われて命を。だからもう戻れないって。対魔師一人の問題ではあるまい。クーマを剥がせば王都の汚れも増大するじゃろう。全部分かっていた。それでも私は友としてグリフォンを犠牲にしたくなかった。殿下、世界より一羽の鷹か。鳥はなぜ空を飛ぶと思う？それはアルトリウス様の解剖学の本には骨が軽くて翼を動かす筋肉にすごい力があるからだって。いや、飛べない鳥は鳥ではないからだ。私はそう思う。事情は分かった。この島の中でなら自由にしていいわ。ただし逃げようとしたら殺す。いいだろう。聖霊に対する人質としても使えるしな。承知した。グリフォンともどもよろしく頼む。話はついたな。じゃあアジト作りといくか。知らない？あんたと遊んでたんじゃないの？うん。でもいつの間にかいなくなっちゃったの。なんか悲しそうな顔してたから心配。お願い探して。なんで私が？わかったわ。もうすぐに泣くんじゃないの？
六郎、エレノは見なかった？いや、見たかもしれんが、飲みすぎてよくわからん。ほどほどにしときなさいよ。しかし、またえらいことになったな。これで俺たちは第一王子誘拐犯だ。脱獄にヘラビーサー壊滅、同士襲撃、前科何般だろうな。数える気にもならないわ。嫌なら無理に付き合う必要はないわよ。いや、まだ恩返しが済んでない。恩返しって言うけど、あんたはシグレを倒したいだけでしょ。その二つは俺の中でつながってるんだ。話すと長くなるんだが。じゃあいい。お前も一杯どうだ。ダメよ、まだ19だから。へえ、そういう解釈か。じゃあ、あんたならここはどうよ。ロニカイルって読むとへそ出しって意味になっちゃうから、ミュゼミラかな。そう読むとパレンジおいしいって意味になっちゃうわね。じゃあ違うね。どうしたの、ベルベット？エレノは見なかった？見てないけど。あ、監視してなくてごめん。本はもっと明るいところで読みなさい。目が悪くなるわよ。エレノは知らない？いや、俺はベンウィックたちとアイフリード捜索の打ち合わせをしていたからな。そっちの件はいいの。星稜にはもうアイフリードを生かしておく理由がない。クーマより先に探したいでしょ。確かに時間もないが、有力な手がかりもない。星稜を揺さぶり、手がかりを引き出す必要がある。だったらお前が立てる波風が強いだろう。お互い様ってわけね。安心しろ、俺は俺の都合で動く。それにあいつは死なないさ。よっぽど強い男なのね、アイフリードは。ああ、俺と同じ船に乗り続けていたのに、死ぬどころか風すら引かなかった。それ、なんとかは風を引かないってやつじゃ。そうかもしれん。ねえ、エレノは見なかった？そんなのわしが知るかい。人のことを気にするほど暇ではないわ。超暇そうだけど。そうじゃ、暇であることに忙しいんじゃ。はあ、わからぬか。ひっきりなしに暇ということは、つまり暇じゃなくなくなくないということじゃ。ほんと変なやつ。いやいや、逆じゃ。お主ほどわかりやすいものがそうおらぬのじゃよ。面倒になればさっさと消えると思ってたけど、こんなところまで来てどういうつもり？他にやることも全く完全に心底ないからの。要するにわしは暇なのね。そういうことじゃの。楽しみといえば賭けの結果だけじゃよ。こんなところにいたのね。モアナが心配してたわよ。わざわざ探しに来てくれたんですか？泣く子には勝てなくてね。そうですね。クーマだけど、モアナは小さな女の子です。
あなたたちと旅をして初めて知ったことです。恐ろしいゴーマもクーマも道具だと思っていた精霊も人と同じ思いを抱えて生きている。私は何も知らなかった。教えられたことをただ信じていただけで、ゴーマ病の真実も清涼が何をしているかも何一つ知らない方が幸せってこともあるわ。それは大魔師にとって卑怯な道です。何も知らずだから責任も取れない。私はそんな生き方は。もう少しここで頭を冷やします。モアナには大丈夫だと伝えてください。ほどほどにね。海風は冷えるわよ。ありがとう。違う、あんたが倒れでもしたらモアナやライフセットが心配するからよ。お話があります。今まで隠していましたが、私はアルトリウス様の特命を受けたスパイでした。精霊ライフセットを保護し精霊本部に回収せよ。味方の命を奪うことすら許された最重要の特命です。僕を回収。ごめんなさい。最初はあなたを油断させて連れ出すつもりでした。ですがもう清涼の命に従うつもりはありません。アルトリウスを裏切るってわけ？いいえ、アルトリウス様が目指す世界もその志も人の世をおもんばかってのことと信じます。でもその方法を信じられない自分がいるのです。ですから空魔の保護に協力します。私自身の答えを見つけるまで。エレノア、私は本当のことを知りたいんです。自分に恥じない生き方をするために。思いっきり感情論だな。それがお前の流儀か。ようこそ悪党の世界へ。一緒にしないでください。感情で納得できないのに行動することこそ断りに反するんです。ほんと面倒なやつ。面倒でもいないと困るでしょ。うん、エレノアは僕の器だからね。はいはい。さて俺たちは次のクーマを探そうぜと行きたいところだが、手がかりがないな。エレノアが清涼からクーマの情報を盗んでくるというのはどうじゃ。それは無駄だ。裏切り者に機密を漏らすほど清涼は間抜けじゃない。そうね、ライフセットを危険に巻き込むわけにもいかないし、というかエレノアにスパイなんて無理でしょ。否定はしませんが、昨日言った一番地下の特別看板行ってみよう。試してみたいことがあるんだ。わかったわ。ライフセット、あなたに謝らなくてはなりません。どうしたの急に。スパイの件です。あなたを清涼に連れて行こうと画策していたこと、本当にごめんなさい。それがエレノアの任務だったんでしょ。それに
なんとなく分かってた。え？そうなのですか？詳しいことは知らなかったけど、ベルベットがすごくエレノアのこと気にしてたし、エレノアは悪いことやろうとするときすごく汗をかいてるから、なんか変だなって。いつ頃からそのことを？エレノアが僕の器になってくれた時からずっと。多分ベルベットも。はあ、ちょっとショックです。スパイ任務一つまともにこなせないなんて情けない。本当に情けないです。僕はエレノアのそういうところいいと思う。え？平気で騙せる人よりうまく騙せない人の方が優しい人だって僕は思うから。ありがとう。あなたこそ本当に優しい子ですね。そんなこと。ん？ビエンフ、なぜあなたがここに？僕もお仲間に入りたくて。今は大切な話をしているのです。すみませんが帰ってください。黙って見てるだけにしまうから、ここにいるくらい認めてほしいです。ごめんなさい。ビーン、エレノア様のヘチマ。ヘチマ。ダイフセット、改めてこれからもよろしくお願いしますね。僕こそよろしくお願いします。なあビエンフ、マギルって自分のことを魔女とか魔法使いとか言ってるが、本当は何者なんだ？常識的に考えればタイマシですけど、マギルーという名前はタイマシ名簿にはなかった気がします。載ってるはずないでふよ。姉さんは正真正銘暗黒世界の魔女なんでふから、寝た子も二度寝する恐怖の魔女の本性を僕はあの夜見たんでふ。あれはとある火山の火口近く、ぐつぐつと煮えたぎるマグマの上には巨大な大釜、地獄の豪華にかけた大釜には血の色と同じ物体がドロドログツグツ煮えたぎってたでふ。頬に散った真っ赤なしぶきを姉さんは笑顔でペロリ。そのまま三日三晩煮込んでいちごジャムを作るんでふ。普通だろ、どこが恐怖なんだよ。恐怖はここからでふ。姉さんは砂糖の代わりに醤油と浸水とみりんで程よく味付けするんでふよ。いちごを醤油で味付けするの？いちごのイメージとのギャップはありまふけど、酸味の効いた甘辛な感じはなかなか美味でふよ。もっとも僕くらいの料理通にならないとあの複雑な味は理解できないかもでふけどね。それってもしかして佃煮？いちご煮というものですか？そうとも言います。言わないでしょ。いちご煮ってウニとアワビのお吸い物よ。佃煮ですらないし。そうなんでふか？結構好きだったのに一度しか作ってくれなかったのは間違いに気づいたからでふかね。そういえば僕が好きって言ったドリアングミやアユの砂糖焼きも一度だけだったでふね。そういうことでしたか。何度か作ってくれた料理の味は普通だったでふね。皆さんが食べてる姉さんの料理の味でふよ。才能を隠して普通を装ってる姉さんの潜在能力はまさに恐怖の魔女と呼んで間違いないでふよ。この香りは？パーシバル王子の香木だよ。香木は初めてだって言ったら王子が袖のところに香りを少しつけてくれたんだ。王家の香木の香り、私はとても好きです。鼻がスッとして、でもツンとしない感じで、雪国に生息するバンダリアという針葉樹から作るんですよ。エレノアもベルベットもマギルーもいい匂いするけど、香木を使ってるの？いい匂い？
私たちは香木は使ってませんから石鹸の香りがするのかもしれませんね。香木は王族しか使っちゃいけないの？いえ、ファンダリアや一部の香木は王族のみですが、他の香木には特に決まりはないはずですよ。香木は人間にとっていい香りなんだよね。どうしてみんな使わないのかな。それは考えたことなかったですね。アイゼンは何か知ってますか？そのことを語るにはまず風呂について説明せねばなるまい。数百年前、風呂に入ると死ぬと言われた時代があった。人々は風呂を恐れ近寄ることさえしなかった。お風呂に入らないなんて信じられません。どうしてそんなことになるんですか？その頃、死に至る疫病が流行したんだが、風呂で伝染すると考えられていたんだ。水道や水の浄化技術がまだ確立されておらず、上下水道は限られた場所にしかないものだった。俺たちがローグレスで潜り込んだような地下道が整備されたのは100年前くらいの話でしかない。風呂が不衛生だと考えるやつがいたんだな。風呂が廃れていく一方で、王族たちの間に香木が広まり始めた。匂いを匂いで消そうとしたんだね。故に昔の香木は香りが強いものが多いんじゃよ。臭いのかいい香りなのかわからぬほどにの。でも今はお風呂で病気になるなんてことはありませんよね。文明が発達し水道が普及したことで、風呂は昔よりずっと清潔になったからな。それで香木の必要がなくなって廃れたと？逆だ。庶民が豊かになったことで香木は国中に広まり、富の象徴として生活を彩るようになったんだ。だがそれも長くは続かなかった。風呂では移ることのない病の流行によって。ゴーマ病ですね。人間はゴーマに追い詰められ、城壁の外で暮らすことが難しくなった。入手が難しくなった香木は再び王族のものとなった。流行り病と香木には奇妙な因縁があるんですね。汚れをごまかすためにゴーマ病の噂を振りまく。匂いで匂いを消すのは今も昔も変わらんの。あんた、香木の香りが気に入ったの？いい匂いだと思うけど、僕は石鹸の香りの方が好きだな。人を寄せつけない絶海のこと。島の地中に隠された巨大施設、まさに秘密基地。燃えるでふー。そうだね。さっきは秘密基地みたいって喜んでたのにどうしたでふ。ノリが悪いでふよ。でもここは監獄だし、無理やり捕まえられた人は辛かっただろうし。私のことなら気にしなくていいわよ。ここが嫌なら拠点なんかにしないから。俺だって捕まっていたが、この島には秘密基地のロマンを感じるぜ。わしは差し入れのマロングラッセを看守に食べられてしまった恨みが込み上げるがの。だから気にせず秘密基地に熱くなればいいさ。うん。だが喜んでいるだけではダメだ。今後の作戦行動をより円滑に進めるためにも秘密基地を整備改良しておく必要がある。建物は頑丈ですし、このままで十分なのでは。バカも休み休み言え。監禁に特化した牢獄のままでいいはずがないだろう。どうしたいというのじゃ。まずは煙幕発生装置だな。不慣れな場所での目くらましは効くぜ。あとで建物中のすすを拭き取る必要はあるけどな。却下。僕は消火装置が必要だと思う。ヘラビーさんを見て火事は怖いと思ったから。水の精霊術を使えるあんたたちが消火すればそんな装置いらないでしょう。あ、うん。最も優先すべきは地下道だ。いざという時のために地下からの脱出路が必要だ。通路への隠し扉も敵を欺くダミー扉もいるぞ。二つも港があるんだからそれで十分でしょ。攻めてくる奴が港を見過ごすはずがないだろう。
地下道だけは最初に作るべきだ。周りは海なのよ。その地下道はどこに抜けるの？近くの無人島まで海底にトンネルを掘るに決まってるだろう。近くに島などないぞ。地下道のためなら俺が島を作る。実現性がなさすぎる。夢を熱く語っているだけみたいですね。夢を語って何が悪い。これはロマンの話だろう。なぜわからんのだ。大丈夫だ。お前の気持ちはよくわかる。だがあいつらに理解してもらうのは無理だ。Oh man, that was kind of funny. Ah, Aizen, you're awesome.若い奴と賭けをして負けちまってさ、罰ゲームで第4種管理地区の島に度胸試しに行かされたんだよ。だがあの島は遊びで行っていい場所じゃねえ。ゴーマに襲われて危うく死ぬところだったぜ。第4種管理地区に入って島に上陸したのですか？いやいや、船で近づいただけなんだけどよ。突然雲の糸みたいなのがビューッと伸びてきて、わらわらと虫みてえなゴーマたちが糸を伝って船に向かって近づいてきやがったんだ。船にいた全員で無理やり糸をぶち切って全速全身で逃げたんだが、涙ちょちょ切れたぜ。無事に帰ってこられてよかったですね。もう近づいてはダメですよ。わかってるわかってる。もうコリゴリだよ。